ああ、もうおった。はいはい、ちょっと中野くん。はい。ちょっと遅いよ。いや、寒いよ。寒いよ。京都が雪の日。いや、ほんまに。わざわざ遠くから。よかったよ。スタッドで最初でよかったわ。よかった。本当によかった。ほんまに。で、今日はどうした、まあ、今日はね、初めての方やったりとか、うん、まあ、糸の結び方とか、困ってる人にちょっと紹介したい結び方とか、いろいろとあるんで、ちょっと取ってもらおうと思って。なるほど。なるほど、はい、ちょっと教えてあげたい、教えてあげたい、紹介してあげたいと、教えさせてください。あ、なるほど、教えさせて、ちょっと腰低めに、ちょっと腰低めに。OKOK 、はい、じゃあ、まあ、そんな感じで、まあ、紹介できたらなと思いますので見てみてください。じゃあちょっと撮っていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、紹介していきたいと思います。お願いします。で、まあ、ちょっと今回はこんなリングとちょっと分かりやすいようにこんな糸使ってますので、ちょっと見といてもらったら、まあ、普段僕がよく使うような結び方で、名前がクリンチノットっていう結び方なんで、これをちょっとやっていきたいと思います。はい、これがルアーの藍と思ってもらって、まあ、糸通すところですね。で、こっち糸で、まず、まあ、一回普通に通します。で、ちょっと長めに取ってもらって、で、こいつをくるくる回していきます。まあ、これちょっとやりすぎると今回しまいきらないんで、3回ぐらい、2回ぐらいしてるんですけど、まあ実際5回ぐらい回してもらって、で、ここにできた輪っかに糸を通します。1回通します。で、またここにも輪っかができるんで、こいつをまたこっちに戻していきます。で、こいつとこいつを引っ張りながら引っ張ってもらって、こっちの本線をギュッと引っ張ると閉まっていく。この時にちょっと糸が傷つかないようにだけ気をつけながら、ゆっくり締めていってあげてください。まあ、これで、まあ、ちょっと今回巻き数が少ないんでちょっと汚いんですけど、まあ、これで抜けない。はい、じゃあ次は漁師結び、まあ、これは大物釣ったりとかするときに僕がよくやってる結び方なんですけど、まあ、紹介していきます。はい、まあ、この藍に一回通してもらって、で、もう一回通します。長めに取ったかな。で、この二重になってるところに糸を二重にしてもらって通します。で、シュシュシュと引っ張ってもらって、で、締め込んでもらって、で、ここをバッテンにならないように、ならないように気をつけてもらって、で、ここで一回団子結び、で、もう一回団子結び、まあ、僕はいつも2回ぐらいでやめてます。まあ、これを10回ぐらいやると芋虫ノットっていうような結び方になるんですけど、まあ、こんな感じで完成。まあ、切れないです。強度バッチリ、強度バッチリ。はい、次、パロマノット、まあ、これ僕がバス釣りとエイディング、まあ、いろんな
まあ、釣りに使っている結び方で、まあ、安定して強度を出せるっていう結び方なんですけど、ただちょっと注意点、糸よく使う、あの糸を切る量が多くなるんでちょっと経済的には良くない。ただめちゃめちゃ強い、強いけどちょっと経済的、ね、経済的ではない。わかりました。はい、ちょっと贅沢使いで教えてください。はい、まあ、糸通してで、またもう一回折り返して、まあ、ルアーがこの状態で、団子結びで、まあ、ちょっとふわっとした状態で僕はいつも残してます。で、このルアー、この輪っかにルアーを通して両方とも一緒に引っ張る。うん、二つになっていた糸をそのまま引っ張る。引っ張る。で、まあ、こんな感じで締まり悪かったら、こうちょちょちょってやりながら、で、調節しながら。まあ、ちょっとこれ今回滑らないんで締まりきってないですけど、これちょっと締め切るような感じで。普通の糸やったら、普通の糸やったらもう締まります。今回ロープ、はい、今回ロープなんでちょっと締まらないです。 OK です。まあ、これがわりかし強くて簡単ですぐできる、ルアー系にはこれがおすすめ。はい、 OK です。です。詳しく、まあ、まその場で見てみたい人は、その場で見てみたい人、近江八幡店まで、アングラズ近江八幡店までお願いします。お待ちしております。お願いします。